き止まりのようです。ついにここへたどり着いた。シャトラール、あのアドルさん、以前君たち、私が口で説明するより見てもらった方が早いだろう。そして今約束したと。ふん、慌てるな、クラ。まずアドル君。ああ、そう、かつて錬金術。ジュール君、100年戦争前後の何の変哲もない物質を。黄金だと。でもその研究はその後。ふん、それ、え、まず錬金術が目指したのは金属や人の肉体。ああ、人の肉体。そして当時一人、もしかして。ごめん、ここは錬金術に。嘘ですが、もう一人のアドルさんに関して。あのアドルは錬金術と。ふん、ま、あ、あそこにいるのが正真正銘。そして彼を元に錬、君だよ、赤の王。ち、まさか。その通り、監獄から脱獄した。確かに錬金。でも赤、そんな話。キリス、うん、言った。だこの話には続きがある。え、こいつどうして。言った。驚くのも無理は。怪人たち。ああ、バルドゥーク解放。この絵が、ユファさん。これ、聖女ロスビータ。今に伝わる銅像や肖像画より、周囲の人物は、そう、君たち4人は。でも100年戦争、この監獄。だから俺たちは孤児や。それじゃあ聖女のアプリリ人形よ。君は根源である。だがまあ、それについては。根源。ああ、さまざまな錬金術の力。私は彼らの力でグリアに強固なロムンの支配を脱し、この、もしかし、どうやらす。でももちろんだが、それで、たとえ人の道を踏み外したとしても。だからこそ手に入れるのだ、怪人たちよ。かつてのバルドゥークか。大切な人を失っても、ロムンの人たちだって悪い人たちばかりじゃありません。ああ、今のバルドゥークにあったやり方。私も両親を亡くしたけど。力の行使は否定しない。だがシャトラ、少なくともてめえと組むよりやり合う。君たちのか、君たちとなら共有でき。ちなみにアドル君、いや、なる、ならば君、障害は障害。そんなこと言ったはずだ。たま、幸い材料はここに。あんたもいいね。消去、よく言ったわ。いきなり、ほ、私は今まで絶対諦めてない。健康な体に変えてくれるなら、結局ただでさえ短い。あなたの主張に、せ、この先自分。ならば来い、聖国騎士団団長シャト。
けるわけにはいかないぞ。はい。ええ。おお。分かってるって。まだ本気を見せたことはなかった。さあ、かかってくるバルドゥークの怪人たちを。イカれた女同士、仲良く殺し合おうじゃねえか。びっくりすることばかりだけど、あなたのしたことは許せない。ここで絶対食い止めてみせるんだから。ここまでやってようやくか。なるほど、成長したものだ。さすがは赤毛のアドルと百年戦争の英雄たち、大した力だ。だが私は諦めんよ。諦めるわけにいかんのだ。まだ立てるの？クレドさん以上のしぶとさです。グリアを我らの手に。それがあの戦争で散っていった友達への、非業の最後を遂げた者たちへの、せめてもの手向け。シャトラールさんの体が、バカな、私も、この私もホムンクルスだというのか。どういうことだ。あの男やってくれたな。あの男。そうか、あの時私も皆と共に死んでいたのだな。ちょっと待って、まだ聞きたいことが。ようやく
会えるな。そんな、シャトラールさん。ふん、面白くもない。一応見届けに来たが、予想通りの結末だったか。え、ベスタさん。まあいい、すでに研究は完成しつつある。シャトラールは十分役に立ったと言ってやってもいいだろう。おい、急に現れて何を一人でだべってやがる。貴様、誰に向かって口を聞いている。ほう、赤の王ではないか。こうして話すのは初めてだな。僕の名前はゾラ。お前たちホムンクルスを作った始まりの錬金術師だ。錬金術師。この監獄の施設も貴様らも全て長年にわたる僕の研究成果だ。そしてシャトラールやスミノフに錬金術の手ほどきをしたのもな。そんな、ベスタさんが。ああ、この姿は数あるうちの一つに過ぎない。僕は昔から慎重な性格でな。今まで街で出会ってきた。本当の姿はもう500年以上誰にも見せていないのだが、今日は気分がいい。とても晴れやかな気分だ。アドルと赤の王のおかげで最後の研究が完成に近づいたからね。お、男の子。最後の研究だって。アネモナ、最後の研究を形にするため君という存在が必要だったんだ。まさか、アネモナちゃん。お父様。え、だって聞いていたのと年齢が。不気味な野郎だ。ほう、記憶が戻ったのか。久しぶりだな、アネモナ。もっとも、僕はいつも君たちのことを見てきたが。じゃあ、この人がアネモナちゃんに命を与えた。やれやれ、錬金術師なら何でもありってことかよ。全ては今まさに完成しつつある研究のためだ。じきにお前たちがグリムワールドで戦う必要はなくなるだろう。それって呪いを解いてくれるってこと。呪い？ああ、なるほど。ロスビータはそう説明してたな。お前たちにはアプリリスと名乗っていたようだが、ひとまず赤の王よ、君には礼を言っておこう。これ以上どうする気もない。必要なものはすでに全て受け取っているからな。どういうことですか。まだやるべきことは多い。その日が近づいたら僕から連絡しようじゃないか。今日はこれくらいで失礼させてもらうとするよ。待ってください、お父様。それでは赤の王よ、さようなら。
消えてしまいました。シャトラールのや僕たちがなんて。でもあの言葉だけ。アニモナさんはすみません。はい、これが確か。あれは、うん、どう扱っていいか。そうだ、そういや、どこへ行っちまこの周辺。仕方がないわね、アドル君。謎が増えてしまいましたね。フェリック、僕たちが英雄のホムンクルス。何一丁前に悩んでやがる。思い出せてよかった。どうしてこんな…大事…おい、この光を…間違いあります。先ほどシャトラール団長が消え…まさか…いや…赤の王を早く…どうやら幻覚じゃねえみて…それに…急ぎなさい、奥にある部屋へ。それから君たちに。アプリリス、ここはゾラが初めて。ゾラは聖女ロスビータを読み、いろいろと疑問はうたが、今は一刻も助けられる。大体もともとホムンクルスは、だから君おかげで。ところが彼、その影響で。このまま放っておけば、あのシャッ、じゃあ一体と。今から新たな体を錬成するにはあまりだが、確かに初めましてだけど、初めて会った気はしないな。ずっとどこかでつながっている感じがしてたからね。君も気づいていたんじゃないか。君の人生はとても興味深い。過酷で危険で、とても平穏とは言えない人生だ。どうして君は旅を、冒険家を続けるんだい？確かにね、火を灯さなければ消えることはない。何も決めなければ傷つくこともない。でも君は命が燃え尽きるその時までこうして旅を続けるだろう。挑み、傷つきつつも夢を叶え、希望という明かりで周囲を照らしながら。ああ、考えただけでもワクワクしてくるな。君に頼みがあるんだ。できれば一緒に行きたかったけど、この体は
どうやら限界みたいだ。でもここで終わるわけにはいかない。冒険はまだ続いているからね。だから僕の魂と力を一緒に連れて行ってくれないか、アドル・クリスティン。目が覚めたか。大丈夫か。ここは看護居心地はよ。それよ、アドル・クリスティン。ああ。どうやら自分にない。さすがは。隅の冒険家。あ、今の君には二。まあ、もともとは一人の人物だから。赤の王の力と意識を受け継ぐ。そんなこと。錬成時における魂と魂の対応。スミノフ殿はゾラの助手だが、ゆえあって今は協力。彼が君たち二人の魂を。すまないが、赤の王。いや、てっきり責められると思ったが、どうやら彼は問題なさそうだ。うむ。ああ、みんなが揃ってから話す。どうやら。アドル、アドル君。よかった。はじめまして。本当のアドルさんにはへえ、本当にと。まあ。いずれ。とにかくアドル君とはいつもどよ。ええ、あ、で話ってのは一体何なんだ。ああ、他ならぬわ。やつはそもそも何者だ。あの人は、いや彼は百年戦争でロスビータ羽も記憶が戻ったの。ええ、副官ってことは昔から知り合いだったんだ。そういや、例の絵にも聖女の横に今はガキのなりをして。ああ、あのグリアは主神グリムニルのだが、人間たちの戦果はグリムニルとルキ。神々もついにはグリムニル。それってまさに。うむ、あの戦争がきでも、それじゃ神々がグリムワールドの魔物を浄化。神々が去っても、グリムワールドは人々の感情から魔を生み、人は自ら。ところが百年戦争を通してそこから生み出される魔はもはや人の手に負えなくなっていた。どそこに登場し、彼は私の初見。やがて鳥。でもどうわかんねえのかよ。お父様は浄化、そして女性として慕ったロス。そのために領土と財産をなぎ、よく寝食を忘れて研究室に閉じこもっておられました。そうして。ああ、そしてゾラは錬金術。グリムワールドに苦悩するグリア王家に、あ夜に対抗するには武と知。何せ神々の代わりを。そこでゾラは晩策つきかけ知っての通り王家が候補。そう、私、そなたたち、かくして、そして数百。ああ、ゾラも自身のホムンクル。そしてそれでもどうし、僕たち以前のホムン。いや、昔は私とゾラがホムンクルスたちを育てていた。しかしちょうど前任。そのため申し訳ないが、
その当時彼の言う最後の研究、もう一つわからねえこと。聖女はブリ大軍に騙され、あんた一体どう。確かにお父様が錬成できるのは人の魂。そう彼の研究によって、そして私をロスビータの遺品である人形。それは、ええ、でもそれには理由があったのです。私を見守り続く、そして、え、記憶から存在を再現でき、それって、でもゾラの言う、それは、わ、だがハドルの冒険家としてのほ、これまで監獄で見た未知の魔物たちや子だ、もしかすると。そんな予感はしていたが、やはりそうであったか。大丈夫です。ああ、このまま私も本意を問いただしたいが、彼の居場所は用として、それに大し、間もなくバルドゥークは、それってロスビータ、皆さんがバルドゥークを奪還した。実感ねえな。そりゃね。でも記念祭がどうかした。時を経、例年選手、あまり時間、ゾラのことも気にかかるが、今一旦そなたたちを。確かに正直私はこれ、もし分かった、それまでは。Ha ha ha.